はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の接線と方線丸三をお送りします。で、今回ね、問題2問ありますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は楕円と双曲線が出てきてて、まあ接点は出てます。点 A におけるって書いてあるんで、接点がある状態でその接線を求めていきたいという問題です。で、今からね、解いていくんですけど、解き方1個やった後に、あ、実はこっちでやった方が楽なんですっていうのが紹介します。まあ2個紹介する形になるんですが、おそらくその2個目に紹介する方で解いた方が多いかもしれないんです。で、いや、それでやりゃいいのにみたいな。2個目の方が簡単なんでね。って思う方いると思うんですけど、一応教科書とかではこっちの1個目の方でね、紹介されることがあるので、一応先にやらせてください。先読みね、できる方もちょっと許して見てもらえたらと思います。で、どうするかっていうと、まあ、前回の流れから言えば、接点と y' があれば、接線の方程式出すことができますよね。で、今接点はもう分かってるので、両方とも。あとは y' が欲しいと。じゃあ、y' を求めるために、全体これ x で微分していきます。x で微分すれば y' 出てくるからね。で、まずこれは 8x2 乗。これ普通にね、x で微分すれば 2x になるんで、約分されて、4x。で、こっちは、その y の2乗とかなってる。こいつを x で微分するときは、まず普通に y で微分する形。まあ、これを y2 乗をね、普通に微分すると 2y じゃないですか。だから 2y になるので、約分されて y になる。それに、y' がくっつきます。これを x で微分したらね、微分したらこうなる。で、右辺は、1はね、0に変わるので、こうなります。で、y' が欲しいんで、これね、整理をして、y' イコールこっち持ってくれば、マイナス 4y 分の x と。これで y' が分かりました。で、接点もね、ここに2の1と分かっているので、じゃあ、あとは接線の方程式ね、コマ公式でやりましたんで、まず y から1を引いて、で、ここの y に1、x に2を代入すると、4分の2、2分の1か。ってなるから、マイナス2分の1、カッコ x から x 座標を引きましょうと。つまり、整理すると、y イコールマイナス2分の1、x プラス1だから、プラス2か。となって、これで終了となります。やってることすごいシンプルですよね。で、まあ、さっき言った紹介する2個目のやつですよ。で、何かっていうと、これ、数三でやってますよね。これ、楕円と双曲線出てきた時に、接線やったんですよ。そう。で、それで公式ね、みんなもう覚えてるか一回やってるんで、それ使った方が早くねっていう話。いや、早いんだわ、そっちの方がね。で、公式は楕円。これの、接点が分かってる状態でね、接線の公式は、あ、まあ、8じゃなくて A でいいか。元で A2 乗なんでね、下がね。A2 乗分の X、X かける X1 ね。で、プラス、下が B2 乗分の Y かける Y1 イコール1と。これが公式です。いや、あ、Y1 って、ごめん。Y' になってる。あれが X1X の方がいいか。まあ、どっちも同じだけどね。ちょっと一応、多分公式こっちだったな。X1X と Y1Y だね。となってます。これが公式。接点のね。で、一応こっちだけ、これ使って解いてみますね。同じになるよってやりたいので。で、下の A2 乗っていうのはこのまま同じです。8です。だから、8入れて、あ、8分のね、入れて、X1 っていうのはこの2のこと。だから、普通に 2X ってするだけです。X のままだからね。X1 は2のこと。で、プラス、下同じ。2分の Y1 は1のことなんで、こうなってイコール1でしょ。で、これ、コマ4分の2約分して、まあ、一回整理しようか。2分の Y、こっち持ってくると、マイナス4分の X プラス1と、全体2をかけると、消えて、2になって、2をかけて、同じじゃねっていうね。そう、絶対こっちの方が早い。と思うんですけど、一応ね。あ、もちろんね、学校で、この数三やってる時に、
こっちでね、しか、と、紹介されないこともあるかもしれないんですが、まあ、自分が参考にしている問題集とか、教科書とか見てるとこっちがね、まず出てくるのでね、一応こっちでやらせてもらいました。じゃあ、行きましょう。双曲線ね。で、同じです。基本的にはやること同じで、まあ、もっと欲しいのはこの2個。情報が欲しいと。で、接点分かってますんで、あと Y' が欲しい。じゃあ、全体を X で微分していきましょうってことで、微分すると、まず、これ X2 乗が 2X になるんで、5分の 2X になります。で、マイナス、これもまず普通にね、Y2 乗を微分すると 2Y になるから、5分の、まあ、2Y に Y' をかけます。X を、X で微分したときはね。で、イコール0と。で、あとこれ整理していくと、Y' イコール、まあ、こっち来て2分の5かけるから、X か？ちょっと待って、間違ったやだね。マイナス5分の 2X だから、X だね。となります。で、あとはもう接点分かってるので、で、あ、ちょっと待って、X じゃないね。ごめん。ちゃうわ。Y 分の X だ。Y 消えてた。ごめん。こうだ。だね。で、あとは、Y から Y 座標を引きます。下が2か。Y が2の上が3。X3 なんで2分の3。が、こう傾きになって、X-X 座標という形。で、あとは整理していくと、Y イコール、2分の 3X、マイナス2分の9、プラス2分の4が来るから、マイナス2分の5か。となって、これで終了となります。合ってるかな？さっきやったの子。大丈夫ね。OK です。で、これもね、こっちと、まあ、同じような情報が使えて、まあ、双曲線の接線の公式は、A2 乗分の、X1X、マイナスね、マイナス B2 乗分の Y1Y イコール1です。もともとここがマイナス1になってたらマイナス1にしてください。接線もね。まあ、これ使った方が早い。ちょっとこっちはね、時間の関係でやりませんけど、同じ答えになりますんで、興味があればやってみてください。で、今回問題にしなかったんですが、一応書いておこうか。赤にした方がいいね。放物線もありますね。楕円、双曲線、放物線。まあ、3つセットね。よく勉強しますけど、まあ、放物線、元々の式が y2 乗の方でいいか。y2 乗イコール 4px と。まあ、こう表され、これ、こう表されます。で、これの、あれです。接線の、公式は、y から、y1、y 座標ですね。をまず引いてください。ごめん、間違った。引かない。かける。y1、y をまずしてもらって、で、4p の半分ですね。2p にして、x プラス x1 です、こっち。これが、双曲線なんだけど、右側が入ってなかった。いきますね。y1y イコール 2p のカッコ x プラス x1 と入ってる。はい。まあ、これが公式になりますので、まあ、今回ね、問題としては扱ってないんですが、普通にやってもいけるんだよ。いけるんですけど、まあ、これでやると早くはできますので、まあ、余裕があればね、2つアプローチして、両方答えが同じになったら、ま、大丈夫だろうという確認作業もできますので、ぜひね、2つのやり方を覚えておいてください。では、今回はね、接線と放線、丸3をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。